さすがは半蔵殿。三船、なぜお前は忍びにつく。時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは、それでも侍か。忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ、ただ一つ、和でござる。和だと？和に忠を尽くし、己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きしむ心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。ほっ、大遅れの侍、わしは恐怖、そしてお見受け、突き上げよう。我が信念は俺じゃない。はぁ、ここよりマイル、とうマイル見るせ、この程度その試合、この程度あっ、まるで興味記録。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそだ。ほう、かつてのわしを相手に生き残った者、それが三船、お前だったか。ここよりマイヤー見るせ、マイヤー成功は好きあり。出ないというのだ。行くぞ。遅い。ここは遅い。行くぞ。入る。これにてごめん、半蔵殿。勝負あり。もともとの力の差は切迫、勝敗を決したのは信念の差でござる。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの、そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。
相手はあの半蔵。三船殿。三船殿の第五部隊からの連絡。無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。三船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。